おお、いっぱいいるな。その中でもね、模様のいいのはね、ごくわずかですけど、綺麗なものもいますね。プラチナ綺麗ですね。プラチナ綺麗な、まあ、こっちが選別から弾いたものをこっちに入れてますね。あと売り出しにね、500円から1000円くらいとかね、あと2、3000円とか、あとこっちが5000円とか3000円とかで販売できそうなものをこっちに入れてます。こういうやつとかね、はい、こんにちは。山形県の塩田養鯉場です。当作業の池にね、放流しに行きました。で、15センチくらいの当作なんですけども、まあ大きなね、当作は30センチくらいに今なってるんですけども、まあ小さなところも野池に放流すると、滑った。平らじゃねえんだな。いや、俺は、まあ大模様だったり、まあ、綺麗な鯉もいますけども、大模様とかを秋にまでにね、成長させることによって、こんぐらいでしたら30センチくらいですかね、15センチぐらいのものが30センチとか35センチくらいになって上がってくる見込みにありますね。今30センチぐらいになってるものはね、40センチとかそのぐらいで、秋にね、上がってくる予定ではありますけども、まあ、雨とかね、災害とかそういう風なものとかね、あと夏のね、冷夏とか、そういうのは自然にね、自然に左右されるので、野池にね放流したからといってその年がねよくできて大きくなるっていうもんでもないですし、まあ野池に放流すればね、
あの自然の餌とか泥とかね、ゴミとかあの虫とかね、そういうふうなものを食べて自然と大きくなったりとかね、あと数がいっぱい飼育できるのでね、それなりの数をねいっぱい、大量に大きくねすることもできるんですけども、まあそれはね自然の水不足とかね、あとはね秋までね、外敵にやられないでね成長してくれることがね条件ですのでね、ここら辺のね五色とか三毛とか、あと光物プラチナ系とをね、放流したいと思いますね。15センチ20センチぐらいのものがね30センチ以上でね秋になって上がってくるでしょう。虫がついてる。よいしょ。ああ。300匹くらいですかね、今話したので。15センチから20センチくらいのところで300匹。まあ500匹ぐらいはね、放流する予定です。もうちょっと大きい下の池だとね、もっと大きくしたいって場合ですよね。1池に100匹程度ですかね、まあ、もっといいやつだったらね50匹とか30匹とかだけの放流でもいいんですけど、やっぱり数をねいっぱい作りたいので多くね放流してそれなりの数をね収穫したいですよね。はい、展示即売会でね500円ぐらいから販売していくようなものですね、こっちは2000円とか3000円とかね、まあいいものですと5000円とかね、あとこっちは選別から弾いたものですね、選別から弾いたものなので、まあ50匹100円とか200円ぐらいでねまとめて販売するようにね、貯めといてまとめて送ってやったりとかしますね。はい、今日売り出し当日なんですけどもね、これからね陳列いろいろとしていきたいと思います。前の日からプールに入れとくと、水が汚れちゃったりとかしてね綺麗に見えなくなっちゃうので、当日に陳列をしてますね。よいしょ、ちょっと遠いな。
はい、昭和ですね。5000円かな。単調、昭和単調、べっ甲綺麗だな。これは2,000〜3,000円ですね。2,000〜3,000円。5,000円。5,000円。5,000円くらいかな。下物。5,000円。昭和、これ綺麗だな。昭和クジャク、5,000円かな。白写り10,000。白写り、クジャク綺麗だなこれ。あの子安くします。赤字の格安ですね。
面割れ昭和。5000円。はい、2歳魚の準備をねしてますね。あ、3歳魚ですね。3歳4歳ですね。